皆さんこんにちは、ガータでございます。いやですね、ちょっとニコなんちゃら動画の方で実写の動画を撮る機会がありましたので、せっかくなので YouTube 用にも何か動画を撮ろうと思いまして、カメラを回しております。やっぱね、実写っていうとレビュー動画かなと、久々にやってみようかなと思っております。だってレビュー動画っていうとね、新商品とかいろんなものをね紹介する、そういったカテゴリーでございますけども、みんなと同じようにやっても面白くないんじゃないかなと。やっぱね、みんながやらないようなもの、取り上げないようなものをあえてレビューするのがためになるんじゃないのかなという、そういうねコアなレビュー動画やっていこうと思います。まず第1弾はこちら。ここであれでしょ、トゥルシコーとかやればいいんですけども、なんかパクるなって怒られるんで普通に出します。トゥルシコー、ウェットティッシュハンディタイプなんですけども、こちらですね、あ、この距離だと見えないと思いますけど気にしないでください。売ってないんですよ、非売品。この絵柄を見てね分かると思いますけども、黒猫なんちゃらの限定品でございます。なぜこんなものを持ってるかと言いますと、ただ単に懸賞に外れたからです。なんかね、黒猫ヤマトってポイントを貯めると懸賞に応募できるんですよ、サイトの方から。で、いいものだと確かね、黒猫ヤマトのこの柄の入ったあの黒猫ヤマトトラックのミニカーとか、あと何があったかな、もう覚えてないんですけども、そんで外れるとこれがわざわざですね、なんか郵送で送られてくるんですよ。なのでね、ポストを見ると、あれ不在票入ってる、黒猫ヤマトから一体何が当たったのかなって、でわざわざね、物々しいちょっと硬い段ボールの封筒みたいのに入ってくるんですけども、開けてみたらこれが入ってるだけじゃねえかっていうね。あ、ダメだ、キレゲーできないちょっと今後練習しておきますねこういうね、黒猫ヤマトに喧嘩を売ってるのかっていうね声もあるかもしれませんけども、大丈夫大丈夫、バレない、こんな程度じゃ。送ってきたのは黒猫ヤマトだからな、と。そんな感じでね、ウェットティッシュありがたく使わせてもらっております。ウェットティッシュヘビーユーザーなんでね、机の上とかにね、もうあのでっかいボトルとかいつもありますし、ウェットティッシュが切れてると、あーダメだ、ウェットティッシュがないといろんなものを拭けないっていう禁断症状に駆られるので、そんな時に、あーボトル空っぽ、詰め替え用も替え忘れたって時に、はあ、黒猫山と、あ、違う、これ松本清のメロディーだ。これがあったことにより私は命を救われました、ということで、黒猫山とに命を救われましたっていうことを無理やり言っておきます。てな感じで、皆さんぜひ黒猫山とのウェットティッシュをよろしくね。いやー、非売品だからね、よろしくって言ったってどうしようもないんですけどね。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。Thank you.